大野が変わった。いくで見ときや、ええ、一発だけ弾を入れる。パンついたとき そしたらこれは各辺で大当たりする。たった一発で大当たり。爆裂王大野の本領だ。だから分かる。この技が量産。鮮明に台を捉えていた。まずはこの映像を参考にして攻略の糸口を探す。これここだから回転台が回るでしょ。どっちかこうか、これでなんかやってんちゃうかなと思うんですけどね。これが一定パターンのリズムで動いてるんよ。だからここをこの部分怪しいから、ここな、それぐらいな。爆裂王大野、人気機種攻略に燃える男は5年前まで一匹狼のパチプロだった。大野がパチプロを目指した理由、きっかけはね、父が昔からパチンコ好きなんで、それについていってたんですね。その時にやっぱりファミコンには攻略があるのにパチンコにないっていうのはおかしいな。でそこでやっていくようになりましたね。一人でいることの限界を感じた時にリーダーに出会い、梁山泊を結成したという。グループ率いるとなればまとめる力もいりますし、リーダーはそこをやっぱりきれいにまとめてはるし、やっぱり見てたら全然違うんでね。自分らでやってたらまたここまでなってませんし。梁山泊は家族みたいなもんですわ。大野が言う。一人娘が小学校に上がるとき、己の仕事について真剣に悩んだ。リーダーが答えたという。俺はお前を誇りにしてるよ。その一言で吹っ切れた。それが梁山泊だった。胸の中に男同士の絆。ある日大野が群馬に向かった。桐生は大手パチンコメーカーが集まっている町。そこに古くから馴染みの中古パチンコの販売店がある。昔の台から最新のものまで、この店にはほとんどの台が揃っていた。相場は1台5000円から15万円。あ、これですね。これです。もうかなり台数も少なくて、本当にこのところに1台だけあるっていう感じなんですよね。あ、それは新たな攻略目標に定めたそれゆけ浜ちゃん。大野の瞳が怪しく燃えた。梁山泊は去るものを追わない。昔の夢を叶えてラーメン屋を開業した男がいる。2年前、スーパーテレビが彼を紹介して以来、なぜか入門志願者がこの店を訪ねてくるという。その名は浪速の鉄。かつて梁山泊では参謀としてリーダーを支えていた。梁山泊に入りたい、何度断っても懲りずに足を運んでくる男がいた。もう目見とったら真剣で、でまあ 2,3 回、まあ、帰らしたんやけど、まあ4回目5回目まで来たからね。もうだから自分の人生をかけてみるいう気持ちで来てるからね。そこら辺が自分も気に入ったなと思って。その夜男は
鉄の店のそばにホテルを取って指導を受けることになっていた。店じまいをした鉄が顔を出す。どうも、あ、久しぶりです。どうも、お願いします。一人パチンコ台に向かっていたのが新人伊藤。生きがいのなかった人生をもう一度やり直したい、そんな伊藤の思いが鉄を動かした。そこら辺のね、梁山泊の基本技術、止め打ちの特訓。全然回らないな。なかなか思った通りに回りませんね。鉄のタイミングに合わせて球を入れる。ようやくデジタル画面が回せるようになってきた。だがその先が続かない。梁山泊に入るにはリーダーが立ち会う入門試験に合格しなければならない。メンバーになりたくて伊藤は仕事を辞めたという。何が彼を駆り立てたのか。なんかこうパチンコだけやってるいうような集団じゃなくて、なんかこう温かみいうんですか、なんかこのみんな一団となって、なんかこう丸く包んでくれるいうかね、自分も企業迎えてくれるような、そんな感じがしたんで。翌朝ホテルのそばの店に伊藤の姿。特訓と実践の繰り返し、他にパチプロへの道はないと鉄は言う。迎えてくれるような、そんな感じがしたんで。翌朝ホテルのそばの店に伊藤の姿。特訓と実践の繰り返し、他にパチプロへの道はないと鉄は言う。打ち始めて4時間、ようやく大当たりが出た。止め打ちがヒットしていく。しかし4回はそれが限界だった。改めて知る梁山泊の凄さ。大野ならすでに出玉が山のように積み上げられているはずだ。1万円の黒字、ふとよぎる家族の顔。伊藤には妻と3人の子供がいた。あまりあれですか、今日は。さっぱりですね。さっぱりですね。サラリーマンに飽き足らなかった。子供3人を抱えてパチプロへの転向を決意。ただいま。お疲れ。お疲れ。時間もなかったし、途中で飛んで5万円やったわ。よかった、安いけど。稼ぎ1万円にポケットマネーを4万円足していた。はい、おなら。来年は2人の子供がそれぞれ小学校と幼稚園に進む。金のかかる時期にあえて不安定な道を選んだ夫を妻は信じていた。今までの生活態度っていうか、もう全然違うんですよ。もう今までだったらダラダラいう感じで生活してたのが、もう入ってからはもう本当に人が変わったように、本当にやりたかったことをもう目いっぱいやってるいう感じで。賑やかな声に伊藤の心が励まされる。家族のためにも稼がなければ。毎日こんなに疲れますわ、家帰ってきて も, もう顔見たらね、ホッとします。今日はどうやった成績。深夜、リーダーが事務所に一人、メンバーそれぞれと連絡を取るのが日課になっている。大したことないで、どういう意味大したことない。リーダーとしての心配り。仲間の調子に耳傾けて悩みがあれば聞いてやる。最近は若いもんの気持ちがよくわからないんだよ。41歳、リーダーが私たちにポツリとこぼした。伊藤は一人トレーニングを重ねていた。大当たり周期を狙う2秒の体得、コンマ1秒の誤差も許されない。ひたすら自分の体に2秒という感覚を叩き込む。入門試験は
3日後に迫っていた。このままやったら試験落ちるわ。仕事を辞めパチプロへの道を選んだ男にもう後はない。攻略のヒントが隠されているらしい。まずここでチューリップに弾を受けた弾がここの薬物ここに溜まるんやけども、この薬物がレンちゃんを誘発させてる。この機種の攻略ポイントは大当たりに近いことを意味するリーチ音だという。今のゴナキ、今は4泣きなんで、泣きと呼ばれるリーチ音の回数は2回から5回に限られている。今のがリーチ音4回、つまり4泣き。今は4泣きなんで、このリーチ音が次の大当たりの予告を意味しているという。これでかかる。この法則を利用して大野は連続大当たりを出すテクニックを導き出した。名付けてそれゆけ浜ちゃん永久連チャン打法。これがリーチ音2回2泣きの音。2回4回5回のリーチ音を聞いた時には薬物に弾を絶やさず打ち続ければ連続で大当たりだが、リーチ音3回の場合だけは要注意。大当たりが1回で止まってしまう。この時は逆に打つのをやめて薬物に弾を入れないのがコツ。あ、行くね。大野は説明した後で必ず実際にやってみせる。今のは4泣きだ。この回転これで大当たり 100% だな。人気機種の攻略法が完成した瞬間だ。現役のパチプロを辞任するリーダーはどんなに多忙であっても台に向かう時間を作る。俺がこの感覚を忘れたらメンバーを引っ張っていけんのや、リーダーが言う。タフに見える男の体はしかし様々なトラブルを抱えていた。時に疲れた表情が覗く。常用している薬は驚くほど多い。びっくりするんですよ、知り合いなんか。だからそんだけね、あの神経使うんやったらもう今の仕事やめたらとか言われるけど、そういうわけいかないからね。薬の数が辛労の重さを物語る。そんなリーダーを支えているのは2人の息子だった。41歳のリーダーが産婦人科に足を向けた。なんと3人目の赤ちゃんが生まれたという。怖い。大丈夫ですよ。こちら聞き手ですか。はいはい、はい、大丈夫です。はい、こちら。あららら、お父様にそっくりですね。似てますか。似てますね。ね、笑ってる笑ってる。ね、いいいいいい。あの可愛い奥さんですね。いい。もうこの子で3人目やからね。やっぱりちょっともうちょっと気合い入れて。家族も3になるとね大変やから、気合い入れてちょっと頑張らなあかんな思います。最強のパチプロ軍団を率いる男が思わず見せた父親の顔。
梁山泊入りを志願して特訓を重ねた伊藤にいよいよ入門試験の日が巡ってきた。5時間で大当たり連続15回が合格の条件。リーダーはすでにホールの前で待っていた。お待たせました、こんにちは。今日、まだ未熟ですけど指導の方よろしくお願いします。まあ、打てばな、はい、響くように答え出すよ。あ、リーダーは知っていた、伊藤が3人の子供の父親であること。伊藤はあっさりと台を決め打ち始めた。大野が見せた入念な釘のチェックとは違う。隣にはリーダー、伊藤の動きをチェックしている。デジタル画面は回転するがなかなか大当たりに結びつかない。ため息が出る。大当たりを決めるコンマ1秒のタイミング、そのタイミングがつかめない。伊藤の様子を見てリーダーが席を立つ。伊藤の様子を見てリーダーが席を立つ。リーダーどうですか。ちょっと緊張してるんですね。片足しかない。こんな時にはリラックス、さりげない思いやりで緊張を解きほぐしてやる。憧れのリーダーの手が温かかった。ドリンクを飲んでから15分。大当たり。伊藤はそこからタイミングを外さなかった。うちで待っている子供たちの顔、妻の顔がふと浮かぶ。大当たりは止まらない。制限時間5時間を使い切る前に伊藤は連続18回の大当たりを弾き出した。合格。この日の稼ぎ、およそ8万円。今日は忙しいと思うけど、少しだけ頑張って。今日はおかげさまで、8万600円。もう見とってもな、はい、もう十分もうできるから。ああ、そうですか。ほんで、自信持って、会社からも歩んでいく。なんか、過信はあかんと。はい、自信を持ったことも家族も、はい、家族のためにもな、ね、頑張ってしっかりやっていくな、はい、まあ、ご苦労さん。どうも、今日はありがとうございました。頑張れよ。はい、頑張ります。ありがとうございました。晴れて梁山泊の一員と認められた瞬間、仕事を捨てて飛び込んだパチプロの世界、明日からは勝負の日々が待っていた。7月のある日、メンバーに招集がかかった。ネクタイ着用という。事務所の空気がいつもと違った。黙り続けていたリーダーがやがて口を開いた。先輩ら先輩らでまたもう一遍初心に戻って、やっぱり若い子育てていかなあかんし、もうパチンコも一切私は打たないしね、指導することもできないわけや。だそれはもっと寂しい、わしも寂しいけど、まあ、それは突然の引退宣言だった。メンバーの顔に動揺が浮かぶ。その背中を慕ってついてきたリーダーが引退。わしらかって別にどいたから言うてずっと繋がってるわけやから、一人はみんなのために、みんなは一人のために頑張っていくな。この精神だけ忘れたらあかんの。頑張っていけお前ら、こうやって手を握って全部こうバーッと合わせていってみ、一つの肌が触れていくでしょ。
れてからリーダーの心に刺さっていたトゲがある。パチンコ台の不法投棄、新機種が出れば古い台はお払い箱だが、パチンコ台は金属をはじめセルロイド、ガラスなど全く性質の違う素材で出来上がっている。廃棄するには手間がかかるのだ。社会問題となっているパチンコ台の不法投棄、その問題がリーダーを動かした。兵庫県の中小企業推進協同組合とともに行き場を失ったパチンコ台の専用処理工場を作る。それがささやかな夢。壊す突然の侵入者、マムカイに出現した新しい店である。同業者らしき男たち、ここ数日出入りが激しくなっていた。この店はゴールデンウィークの2日目4月30日のオープンを目指していた。連日連夜内装工事の突貫作業が続いている。ビルの一室で戦略会議が開かれていた。店の名前はゴードン、黄金郷を意味する。私は今遅れ気味なんで、現実的にその中国会館があれだけのお客さん集めてるということは、だけのパチンコファンが非常に多いだろうと。でいわゆるユニカ方式なるものをここでいかに定着させているかと。このゴードンを経営するのはユニカというパチンコの景品卸問屋である。現在関東景品地区の200余りのパチンコ店と取引を行い、業界第2位の実績を誇る。年商は1500億。ユニカではここ数年のパチンコブームに注目し、豊富な資金力と蓄積された経営のノウハウをバックにパチンコ店のチェーン展開を推進しているのである。現在東京都内に5店舗、ゴードンは6番目の店となる。小玉正幸43歳、ユニカのパチンコ事業部を統括する司令官、ゴードンの出店を決定した男である。その成功は彼の腕にかかっている。彼の日課。マネージャーは？ちょっと呼んで。トレーナーマネージャー、スレッドまでお参りください。何？俺呼んだの。あ、あこの持ち込みじゃないの？それもう来てすぐ撮ってる。だから5時だろ？5時です。コンピューターの弾き出した台の出玉表を見て経営状態を把握していく。グラナダの店長田中は児玉が手塩にかけて育て上げた男。まだ29歳の若さ、年収は1000万を超える。この分はこの店も朝から晩まで客が満杯。しかもその客をパチンコだけでは帰らせない。レストランやスポーツジムなど建物全体が総合レジャーセンターとなっているのである。競争の激しいこの業界では今パチンコ店が激しく進化しているのである。長野県にある一軒造り酒屋風の建物、そしてお茶室でもパチンコ屋。女性からお年寄りまでのどかに楽しめる純和風なお店なのである。いろり端はお国柄。
街を圧倒する巨大な建物、福岡市に登場した日本最大のパチンコ店である。前代未聞の広大なスペース、一億総パチンコ時代の申し子か。パチンコしましょう。東京浅草のロック、昔からのパチンコ店が立ち並ぶ激戦区でもある。その路地裏の一軒、病人が出たというわけではない。店の立地が悪いために打って出たのがお色気作戦。カウンターにはセクシーなバニーガール、そしてフロアでは白衣の店主たちがサービスに当たる。彼女たちのおかげで客の数は10倍に膨れ上がったという。納得。あの店にいてお客さんに変なことされたり変なこと言われたことありますか？たまにあります。どんなことですか？言えないようなこと言えないようなこと触られるどの辺を？お尻とか。前なんかいきなり干潮してきた。干潮お父さん病院と勘違い。4月20日、調布のボードンでは慌ただしく開店の準備が進められていた。この日はスロットマシンが運び込まれた。今スロットマシンはパチンコをしのぐほどの人気を持つ。新規開店には欠かせない玉である。だが司令官の児玉は朝から苛立っていた。このままでいけば4月30日の開店に間に合わない。作業が予定より大幅に遅れているのである。トランスファーという朝日の藤浦と申します。間に合われたと思うのでね、攻めの到来で行ってるから会社の業者が今日のあれだと思って無理言ってんじゃん。向こうがダメだ。いや、いいよ。でもコインを早くしろって言うからふざけるなったの。そこまでゴールデンウィーク、それは新規の客を獲得する絶好の機会。もし改善できなければ経営を軌道に乗せることは難しくなる。2人の男の思惑が交錯した。調布のゴードン、開店まであと10日。んじゃなしにお互いがいい方向に進むだろうと思います。そのいい方向っていうと、いい方向って言うとお前の店はそれも力持ってますよね、うん、まあ、都内でも有数の店でもあるし、うん、それが力持ってるし、うん、うちの会社もそこそこの力を持ってると、うん、だお互いに相乗効果でいい結果が出ると思いますけど、うん、相乗効果本当だろうか。調布会館の店長松永に児玉の言葉を伝えてみた。お互いに今までに店があって、それを例えば新装店舗を改装して、やっていくといった場合に相乗効果という言葉はね、使ってもおかしくないけれども、全然ないところに、1店舗繁盛している店のところにね、新しく新たに出すということはうちから言えばはっきり言ってマイナスですよね。うちのお客さんを持ってかれるという形になりますからね。できてきましたよ。うちじゃないんですよ、残念なことに。古くからの馴染みのおばあちゃん。
1日3回店内に17台ある両替機からお金を回収する。店長の松永は15年間この調布会館で働いてきた。若い頃はダンプの運転手や水商売など様々な職業を渡り歩いたという。店長になったのは一昨年の9月である。苦労人ゆえ物腰が柔らかい。その人柄に惚れて通ってくる客も少なくない。店も拡張し確実に売り上げも伸ばしてきた。しかしここでゴードンに客を取られてはかなわない。売り上げの集計は彼の仕事。銀玉家業の手応えを感じる時である。一方4月22日、この日ユニカ川のパチンコ店グラナダはゴールデンウィークを前に新装開店を迎えていた。本日6時開店。店内はその準備に追われていた。新装開店は新しい台を入れ替えた時に行う客へのサービスデーである。釘は全体的に甘めに調整される。新規の客を獲得するためである。新装開店の人手がそのまま店の人気バロメーターとなる。気は抜けない。またピシッとあれピシッと。グラナダの店長田中の劇が飛んだ。開店の時間が迫ってくる。1時間前すでに500人を超える客たちが集まっていた。店の前には長蛇の列。そのほとんどは10代から20代の若者たちである。新装開店の前に従業員全員が集められた。調布のゴードンへの人事異動が発表されるのである。調布のゴードンがですね、連休前にオープンいたします。つきましては、辞令の交付をいたします。西村君前出てください。はい。辞令、西村幸美殿、平成4年4月22日付けて、調布ゴードン店支配人を命ず。おめでとうございます。主任の西村幸美34歳、銀玉家業6年目、ユニカに入社して2年目の大抜擢である。頑張ります。新しい店行ったら頑張りますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。もちろん戻ってもちろん。お客さん、で鍵はそっちの正規にこれ。こっちを予算が入ってからあっち開けるから。ただ自分の島分かってる？分かってる。西村は28歳の時に故郷鹿児島から東京へやってきた。2人いるけど。その時彼の懐には3000円しかなかったという。高校中退で金も学歴もない男にとって衣食住が揃っている仕事はパチンコ店以外になかった。そんな彼が今人生で最高の時を迎えようとしている。ちょっと待って、ちょっと待って。お家にならずにまた走らずにどうかお歩きになってどうかもいい。ちょっと押さないよ。台の奪い合いによる客のパニックを防ぐためグラナダでは先に客を座らせてから回転を行う。流せ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。開店の軍艦マーチ、それは人生の転機を迎えた西村への応援歌なのかもしれない。西村と同期の岩崎久美30歳、彼も一緒にゴードンへと移る。入社以来励まし合ってきた親友同士である。パチンコ、人々はたった 5.6 グラムの銀玉にささやかな夢を託す。それはパチンコ店で働く男たちも同じなのかもしれない。いつか来る人生の大当たりを信じているのだ。
5時間に及んだ新装開店が終わった。店長の田中とともに西村は売り上げの集計に当たる。店長の責任はずっしりと重い。だいたいマネージャーになったらみんな5キロは痩せますね。それも2ヶ月以内で。どんなもんですか。ああ、そうだと思います。痩せる。ズボンがみんなガバガバになっちゃう。おいしそう。緩かったですよ。やっぱ相当プレッシャーあります。はい、あります。西村以下兵隊と呼ばれる従業員たちが行列を作る。ちゃんとお金を守ってよ。後ろのサポート前で詰めて。全員で売上金を銀行の夜間金庫に納めに行くのである。最近パチンコ店を狙う強盗事件が頻発し、一番安全な方法として考え出されたのがこの行列。ヤクザの出入りか葬式の列か、おかげさまで誰も寄りつかないという。真夜中の儀式。あ、会話じゃあの深夜1時、2年間働いたグラナダでの仕事が終わった。ここ撮影が入るから見えないよ。これ後で。あ、内村と大西と角田と岩崎と。ここでもね。西村と岩崎は同じ従業員寮に暮らしている。調布のゴードンで働く従業員のために全て借り切ったもの。豪華な 2DK のマンション。家賃はもちろん無料である。いや、お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ明日の9時。はい、お疲れ様です。お帰りなさい。お帰りなさい。奥さんの京美さんは同じ鹿児島出身。昨年待望の長男が生まれた。正弘くん1歳。今日辞令もらったからね。うん、頑張ってくれた。頑張るから。じゃあ、ありがとうございます。頑張ってください。まーちゃん、頑張ってよってお父さんに。パパにちょうだい。お父さんにちょうだい。京美さんとは6年前に駆け落ち同然で結婚した仲である。東京に来た当初は京美さんに食わせてもらった時もあった。だから西村は今も頭が上がらない。優しい男である。いや、もうマネージャーになっただけでもマネージャーって難しいですからね。なんか本当に天と地の差があります。そんだけで十分ですよ。まさかここまで来るとは思ってなかったですから。夢でしたからね。あれだけのでかい店の目の前にね、店開くわけでしょ。勝つ自信あります？やるからにはね、勝ちたいと思います。調布でやっぱり一番と言われるような店にしてみたいと思ってます。自分では。それが目標ですから。男34歳にして初めて掴んだ人生のチャンス。調布ゴードン、開店まであと8日。4月23日、西村は店長として初めて調布のゴードンに姿を現した。行くぞ。よし、よし。日まであと7日間だが、店内はパチンコ台の取り付けもまだ終わっていなかった。内装工事も外装工事も大幅に遅れている。果たして予定通り開店できるのだろうか。西村は気が気ではない。
それ以上に気になるのが調布会館の客の入り。これから毎日戦っていかなければならないライバルである。岩崎帰ってるよな。あ、何もないです。この日ようやく待ちかねていたものが到着した。搬入が遅れていたパチンコ台である。この台は入り口の最も目立つ島に設置されるゴードンの目玉、デンチャンの確率が高いフィーバー台である。これ結構人気、今年人気出る台ですよ、多分。別にこれは。ただ、これも一番だよ。突然、店の中に引き入れてしまった。彼は、児玉のかつての部下だった。パチンコ業界、意外に狭い。もう一回あるよ。教えてあげるよ。本日は54。あ、54。これが、62のが。見えか、余裕か、挑発か。自分が向こう立場なら言いが痛くなりますよ。言ってました。いや、相手しまえばいいですけどね、あくまでってのはやっぱり余計なこと考えるでしょ、お互いに。2人の店長ツーショット。新しいのができればね、やっぱり最初は、どれぐらいかは行くんじゃない、最初は。まあでもね、いずれ一時ね、ちょっと行かれてもね、やっぱりうちのあれが分かってくれるとお客さんはね、戻ってきてくれると思うけどね。このインタビュー、西村は聞き逃さなかった。ここのやっぱ考え方だよ、ね、ここの調布の考え方だよ。昔の考え方持ってるよね。回転では負けるけど後半勝つ、逆だよこっち。回転はあっちで勝つけど後半勝つ。だって自分もそうだった。1回目はもう喧嘩しない。喧嘩しないよ。2回目が後半ひっくり返す。頭入れて今はこんなやばっ。キャリアが勝つか、若さが勝つか。ゴードンはパチンコ台365台を設置する中型店である。調布会館のおよそ半分の規模。現在従業員の数は西村と岩崎を入れて全部で4名。実際に店が始まれば最低30名は必要になる。パチンコ店の経営の基本はチームワーク。これから従業員を募集し、新しいチームを作り上げていかなければならない。気の抜けない毎日が続く。この日、ゴードンはようやくパチンコ店らしくなってきた。開店の目処がついてきたのである。外装の作業も進められていった。店のデザインは古代エジプト風。そして全てのパチンコ台が設置された。自分の店だっていう実感は湧いてきましたか。少しです、少しです。ゴードン近日新規オープン、スタッフ大募集。西村は部下たちに奥さんの手作りの夜食を用意していた。テレビ局の人帰ったのかと思ってか。いやだけ。あ、すいません。鹿児島の
ただきます。大きなおにぎりは鹿児島スタイル、同じ釜の飯。寡黙な男西村の精一杯の感謝が込められている。いや、もう気がつく、うん、このままでなった。この日作業は真夜中まで続いた。期待してるんですけどね。全然だってこっち出ないですもん。買い手の時は相当出すと思うんですけど、それでも行かないですか。行かない。慣れてるからね、やっぱしこっちの方がいい。私はそう思う。ああ、始まりのじゃこっちで取られちゃうよ。たく。うん、取られる。始まりのじゃみんな珍しいから。そんでね、一日3日が4日、開店待ちは出すから、開店待ちは出すから3日が。そこらまで、あとはね、愚かなるとみんなこっち移っちゃうんだよ。でも出すよ、奥君は。奥君は出すんだ、出すんだ、どこだってよ、うん、そんな時間がないんだもん、2時間、3時間でパーだよもん、うん。翌4月28日希望、終わりしたやろ、終わりしたら授業横に、あ、こっち読んどけよ、バラ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 すませんで、うん、もうさっき終わりしてみんな集めたやろ、そんなで勝手にバラバラさせるの。これ置いとけよ。普段温厚な西村が仕事が遅い従業員たちを叱り飛ばしていた。やらんでいいさ、それやらんでいいのよ、また集まる今日は。ってどんなんやろ、終わりしたじゃん、さっき終わりしたって言うんだよ。今日は警察の外郭団体風俗環境浄化協会の検査が行われる日。失敗のないようにしなければならない。そのために西村は朝から気が立っていた。パチンコ店は開店の前に申請通りの営業内容かどうか立ち入り検査を受けなければならないのだ。そこに帰っちゃうって言ったら帰っちゃうって言ったら、やっぱダメですね。カメラ取材は拒否。うるさいって言ってやっていいから、うるさいってそう言ってるって言っていいから。どうやら雲行きが怪しい。中西さんも今過渡期のところだから、よく分からないわけ。二度手間になるっつって、そう二度手間になるから、それがね、二度手間になったってメーカーがやってくれないんだ、しょうがないでしょ。だって日電機の方が、そうですよ。これはだからね、今は多分来ると思うんですよ。頭に来て怒ったんですよ。それは検定所、改正用の検定所。改正の許可が下りなかったのである。調布のゴードンの大至急連絡ごせんって、調布のゴードンの方。原因の一つはこのスロット台、検定のシールが貼られていない。本来なら台の卸業者が検査に立ち会い、しかるべき説明をすれば許可は下りるはずだった。ところがこの日に限って立ち会うことを忘れていたのである。若い営業マンが駆けつけてきた。何やってんの、何のことだ。用ないですよ。店長西村はなすすべがない。終わったよもう、特に。こわもてで通っている司令官の児玉。謝んなきゃしょうがねえだろう。あまりにも初歩的なミスで怒る気力も尽きた。帰っていいです。失礼します。主任二人返してよ。はい。ちょっと待って。急遽前後策を練る会議。果たしてゴールデンウィークに開店できるのだろうか。まあね、お役所のそういった許可のあれってのはよく分かりませんけども、でもやっぱり休みに入っちゃえば、みんな観光庁そういったね許可の方もお休みになるだろうし、当然休
休み明けになるんじゃないですか。そうすればその方が本当に好都合ですよね。晴天の霹靂、開店の許可は浄化協会の胸崎三蔵。4月30日の開店はほぼ絶望的となったのである。夕方、従業員たちは新しいパチンコ台の勉強会を開いた。先生は主任の岩崎。それしかすることがなかったのである。まだ近々なんですけど、まだ決まらないですよ。まだわからない。はい、まだですよ。開店と勘違いした客たちが続々と押し寄せてくる。はい、まだはっきりした日に分かんないですけど、近々は近々です。次はお願いします。開店に向けてがむしゃらに走り続けてきた西村。悔しい。調布会館はいつものにぎわいを見せていた。天国と地獄。午前0時、西村と岩崎は店内に布団を持ち込んでいた。先寝るからね。ゴードンにはまだ防犯装置がついていない。自分たちの店を守るために数日前から泊まり込んでいるのである。本来なら主任の岩崎の仕事である。だが西村は家に帰ろうとはしない。パチンコ店の店長、ようやくつかんだ人生の夢。悲しいほどの青い空。とうとう世間はゴールデンウィークに突入した。5月5日子どもの日。表の自転車整理もう一人貸して。調布会館は連日超満員の状態を迎えていた。今年のゴールデンウィークは遠出をする人が例年より少なかった。潤ったのは不景気に強いパチンコ屋。増築してから最高の入りだった。昨日は店長松永、笑いが止まらない。お迎えのゴードン、まだ回転ができない。番狂わせる。しかしオープンできなくてゴールデンウィーク一人で寂しいですね。俺期待外れですよ。2月10日ぐらいから言われてて、もう寂しい。コロの準備がしてた。疲れてしまった。店長西村はゴールデンウィークの間一人店に通い続けていた。いつ開店の許可が下りるかわからないからだ。だが店長という仕事のプレッシャーとたまりにたまった疲労は頂点に達していた。翌日の5月6日西村は倒れた。激しい頭痛。医者の診断によれば極度の疲労と風邪が重なったという。はってでも店に行くという西村を奥さんが止めた。とても動ける状態ではない。西村のゴールデンウィークは終わった。彼は一日中うなされ続けていた。どんな夢を見ているのだろうか。悪夢か回転の夢か。翌5月7日まだゴードンは回転しない。西村もついてるやつだな。行く。どうだったっけ。次はさ、あと何もかこの4人
ゴードンに応援に来なきゃいけないから。だからそういうこと言ったらあんたお金もらえないよ。だが司令官児玉は開店の準備を始めていた。役所の仕事は始まっている。近日中に許可が下りる可能性が高い。だったら考えなさいよ。西村の代わりに岩崎が店長代理を務めていた。突然の大役である。だが店はなかなか開かない。得意のアナウンスも忘れてしまいそうだ。早く西村と店を開けたい。この日西村の病室に岩崎から電話がかかってきた。開店、さっき部長とマネージャーの話だと明日、開店するかもしれないって言ってた。あ、本当。ポスター貼った？ポスターのとこ貼ってないやろ。うん、朝日から、朝日、ね、寝ながらでもそういうこと考えてるのか。寝ながらも気づかなかったよね。大丈夫ですよ、僕は死ぬ気で頑張ります。じゃあおやすみなさい。はい。何だって？え、何ですか？もう寝ながらもあれですね、仕事のこと離れないみたいですね。やっぱり一緒にやりたいです。もう怒鳴られながらでも一緒にずっとやってましたからね。やっぱりあの声が聞きたいですね。
Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm xem là khi đi xe số sàn thì khi dừng xe hoặc là khi giảm tốc độ, để giảm số giảm tốc độ thì chúng ta lên là dùng đạp côn trước hay đạp thắng trước, đạp phanh đấy, là côn trước hay là đạp phanh trước. Thì hôm nay chúng ta đi, chúng ta sẽ trải nghiệm. Thì tôi sẽ chia làm hai loại, là một là trên đường bằng, thì chúng ta bắt đầu trải nghiệm. Chúng ta bắt đầu đi số 1. Với tốc độ rất là chậm rồi này, tốc độ đi với số 1 mà chỉ nhả hết côn, nó chưa, nó rơi vào tầm là chưa được vận tốc chưa được 10 km/h. Thì khi mà các bạn đây, khi các bạn đang đi số 1 rồi, hoặc là các bạn muốn dừng xe thì bắt buộc là các bạn phải đạp côn trước. Bởi vì không đạp côn trước thì xe nó sẽ chết máy. Thì khi đây tôi đang đi số 1 đây và nhả hết côn, không đạp ga gì cả. Thì khi mà tôi muốn dừng xe thì tôi phải đạp côn. Xong rồi mới đạp thắng thì xe sẽ dừng lại. Hoặc có thể bạn sẽ đạp đồng thời cả côn và cả thắng. Là đối với xe tốc độ số 1. Chúng ta lại đi tiếp. Rồi chúng ta trải nghiệm và chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta lên đạp côn trước hay thắng trước. Chúng ta tôi sẽ về số 2. Đây kể số 2 mà tôi chỉ nhả hết côn thì nó cũng chỉ ở tốc độ tầm 10 km/h thôi. Và các bạn có thể đệ một chút vào thì nó cũng rơi vào tầm dưới 20. Thì ở cái tốc độ này, tầm tốc độ 15 này, thì các bạn là cũng khi các bạn dừng thì các bạn cũng là lên là đạp côn trước xong rồi đạp thắng sau, hoặc là các bạn sẽ đạp đồng thời cả côn và cả thắng. Ví dụ đây tôi muốn dừng lại thì tôi sẽ đạp côn trước xong đạp thắng sau để dừng lại, hoặc các bạn có thể đạp cả côn và cả thắng đồng thời để dừng lại. Là đây tôi đang đi với tốc độ là số 1, số 2 và chỉ nhả hết côn, nó không đạp ga. Và bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm là chúng ta sẽ đi với tốc độ trên 30, số 3 và số 4, thì chúng ta sẽ nên làm gì. Tôi đang đi với số 4 và tốc độ đang 50 km/h. Thì khi đang ở số 4 với tốc độ 50 km/h này mà các bạn muốn dừng xe thì các bạn lên là đạp thắng trước, già phanh thắng. Khi tốc độ nó bắt đầu giảm rồi, rất đã chậm rồi, thì bắt đầu mình sẽ đạp côn và sẽ đạp thắng để chúng ta dừng hẳn. Đây là đối với dừng xe. Ở tốc độ cao này thì tuy là khi mình chúng ta đi trên đường thẳng này thì xe là xe con, không có tải trọng và chúng ta không phải là chúng ta đổ đèo xuống dốc cao thì chúng ta không cảm nhận được độ nguy hiểm. Tuy nhiên là khi chúng ta đi trên đổ đèo là tải trọng lớn thì bắt buộc là khi đang ở tốc độ là chúng ta phải đạp thắng trước, bởi vì côn là đa số là chỉ có cái tác dụng là chuyển số và đạp để làm sao để không bị chết máy, còn đâu là chúng ta phải già phanh, già thắng trước. Chúng ta bắt đầu trải nghiệm tiếp.
lời sang thang trên giữa đường. Ví dụ như bây giờ tôi đang đi với tốc độ 50 km/h và tôi đang thấy có rất nhiều xe máy đây, có thể đang gây cản trở tôi. Tôi bắt đầu tôi ra phanh, đạp côn để tôi về số 3, đi chậm hơn một chút. Và khi người ta đã tránh đường cho mình thì bắt đầu mình lại về số 4 mình đi. Đi với tốc ở số 4, tốc độ là trên 50 rồi, có thể lên số 5 nhưng mà đường ở đây nó có thể là nó có rất nhiều là chướng ngại vật, nghĩa là tí sắp đến khu đông dân cư rồi, nên là tôi sẽ chỉ đi số 4 thôi. Công an nữa đây. Ví dụ tôi đang đi tới tốc độ là tới đây tầm 45 rồi, 50 rồi. Mà đây là khu vực đông dân cư này, tôi bắt đầu tôi già thắng già phanh và tôi đạp côn để tôi về số 3. Đây đang đi với tốc độ 30 và 35. Bởi vì chỗ này đang chuẩn bị phải dừng đèn đỏ rồi. Khi dừng đèn đỏ thì cũng rất nhiều người là từ trước khi chuẩn bị khi dừng đèn đỏ để bắt đầu người ta cứ đạp hết côn xong rồi người ta để cho xe trôi tự do, nhưng mà tuy là người ta hay làm thế nhưng mà tuyệt đối là không lên các bạn ạ. Bạn bắt buộc các bạn cứ già phanh mà sau gần đến nơi thì các bạn đạp côn phanh để dừng lại thôi, chứ không đừng để trước gần đèn đỏ xong các bạn bắt đầu các bạn cứ đạp hết côn để cho xe trôi tự do và đến cái điểm dừng là các bạn phanh. Đấy là giống học theo kiểu ở trường lái. Thì tuy xe các bạn là xe con thì nó không vấn đề gì hết cả, nhưng mà khi đi xe có tải trọng lớn và các bạn xe ở chỗ đường dốc mà các bạn làm như thế thì cũng rất là nguy hiểm. Đây, khi bây giờ thì tôi đang đi với tốc độ rất tốc độ tầm 50 thế này. Tốc độ 50 ở số 4. Mà tôi bây giờ tôi muốn dừng xe. Dừng xe ngay thì bắt đầu mình phải già phanh cho tốc độ nó giảm đi và giảm đến một cái điểm. We'll be right back.
Yeah.
知っていた伊藤が3人の子供の父親であること。伊藤はあっさりと代を決め打ち始めた。大野が見せた入念な釘のチェックとは違う。隣にはリーダー、伊藤の動きをチェックしている。デジタル画面は回転するがなかなか大当たりに結びつかない。ため息が出る。大当たりを決めるコンマ1秒のタイミング、そのタイミングがつかめない。伊藤の様子を見てリーダーが席を立つ。伊藤の様子を見てリーダーが席を立つ。リーダーどうですか。ちょっと緊張してるんですね。片足しかない。こんな時にはリラックス。さりげない思いやりで緊張を解きほぐしてやる。憧れのリーダーの手が温かかった。ドリンクを飲んでから15分。大当たり。伊藤はそこからタイミングを外さなかった。うちで待っている子供たちの顔、妻の顔がふと浮かぶ。大当たりは止まらない。制限時間5時間を使い切る前に伊藤は連続18回の大当たりを弾き出した。合格。この日の稼ぎ、およそ8万円。もう見とってもな、はい、もう十分もできるから。あ、そうですか。ほんで、自信持って、会社からも歩んでいく。だって、過信はあかんと。はい、自信を持ったら、家族も、はい、家族のためにもな、頑張ってしっかりやっていく。はい、な、はい、まあ、ご苦労さん。どうも、今日はありがとうございました。頑張れよ。はい、頑張りますよ。ありがとうございました。晴れて、梁山泊の一員と認められた瞬間。仕事を捨てて飛び込んだパチプロの世界。明日からは勝負の日々が待っていた。7月のある日、メンバーに招集がかかった。ネクタイ着用という。事務所の空気がいつもと違った。黙り続けていたリーダーがやがて口を開いた。先輩ら先輩らでまたもう一遍初心に戻って、やっぱり若い子育てていかなあかんし、もうパチンコも一切私は打たないしね、指導することもできないわけや。だからそれはもっと寂しい。わしも寂しいけど、まあ、それは突然の引退宣言だった。メンバーの顔に動揺が浮かぶ。その背中を慕ってついてきたリーダーが
引退。わしらかって別にどいたから言うてずっと繋がってるわけやから、一人はみんなのために、みんなは一人のために頑張っていくな、この精神だけ忘れたらあかんの。頑張っていけお前ら、こうやって手を握って全部こうバーッと合わせていってみ、一つの旗が。リーダーが岡山に向かっていた。かねてからリーダーの心に刺さっていたトゲがある。パチンコ台の不法投棄、新機種が出れば古い台はお払い箱だが、パチンコ台は金属をはじめセルロイド、ガラスなど全く性質の違う素材で出来上がっている。廃棄するには手間がかかるのだ。社会問題となっているパチンコ台の不法投棄、その問題がリーダーを動かした。兵庫県の中小企業推進協同組合とともに行き場を失ったパチンコ台の専用処理工場を作る。それがささやかな夢。